はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあモンスターハンターライズ楽しんでいらっしゃいますか？今回はですね、プレイ時間が350時間を超えまして、スラッシュアックスほぼ使っている私が最強のスラッシュアックス装備参戦、こちらをねご紹介していきたいなというふうに思っております。この動画は、これからスラッシュアックスを使いたいという方、そしてスラッシュアックス使ってるけどどのスラッシュアックスが強いのと気になってる方に向けての動画となっております。私が、まあ、スラッシュアックスばかり使ってる私が思う、この3本作っといたら、この3つの装備作っといたらもう大丈夫という装備を今日は紹介していきたいなと、ランキング形式でねいきたいなというふうに思ってます。まずね第1位からいきましょう。第1位は圧倒的コンクエスタ、これです。元気瓶のスラッシュアックス、まあ、ちなみにこんだけスラッシュアックス装備作ってるんでね、頭おかしいんですけども、でこのコンクエスタがね今作とても強いっていうね話題になってまして、攻撃力そもそも210という、まあ、そこそこが高い数値で、切れ味が、まあ、そこそこ長い青で、回収率 0% でスロットが111空いていて、防御力ボーナスもあり、装着瓶がそう元気瓶であると。このコンクエスターの装備自体に関してはまた別の動画出してるんで、まあ、そっちよかったらね、また見てない方は見ていただければなというふうに思ってるんですけども、概要欄に貼ってあるんですけども、属性元気値っていうこの56っていう値がねぶっ壊れておりましてですね、これ元気って何かっていうと、モンスターを疲れやすくさせたりとか、まあ、ひるませやすくさせるっていう、まあ、値なんですよ。まあ、ちなみにちょっとだけ気絶も取れるっていうおまけでねっていう、まあ、そういう、まあ、値なんですけども、これがねすごく強い。他の武器だったらなんかモンスターの隙をついて攻撃するっていうのが、まあ、基本的な立ち回りになると思うんですけども、このコンクエスタは自分からモンスターの隙を作り出すことができるんですよ。要はひるませたりとかね、疲れやすくさせるっていうことで、しかも気絶も取れると、めちゃくちゃ強いです。はい、なんで今作は元気が効くモンスターであれば、まあ、元気効かないモンスターってもいるんですよね。古竜とかは、ちょっと元気無効みたいなのあるんですけども、ナルハタタ姫とかね。なんですけども、例えば、まあ、ジンオーガとか、まあ、マガイマガトとか、ああいうなんか、元気が効くようなモンスターは、もうほんと元気瓶一択みたいな感じなんですよ。タイムアタック動画でも大体元気瓶使ってるんで。なんで、これは最強です。はい。なんで、困ったらとりあえずこれ作りましょうっていう感じですね。まあ、ラスボス周回武器はまた別にあるんですけども、装備の詳細見ていくと、スキルはこんな感じですね、全体のスキル。僕が採用しているのは弱点特攻レベル3。これは、一応ダウンした時とかに頭ぶん殴ってめっちゃダメージ稼ぐっていう、まあそういうコンセプトなんですけども、言うて、ずっと頭殴れないんですよ。私のプレイングスキルでは。なので、まあ弱点特攻レベル3は入れますけど、まあ超会心とかね、ああいうのはちょっと欲張らずに攻撃レベル7っていうね、まあどこ殴ってもちゃんと攻撃力アップしてくれるよっていうこういうスキルにしました。ずっとと頭を殴れるっていう方は弱点特攻レベル3、そして超会心レベル3とか、見切りとか渾身とか、そういう会心系のスキルを持ってもらった方がいいかなと思いますね。私はプレイングスキル的に弱点特攻あんまり信用してないので、まあ一応入れますけどダウン時の頭とかあるんで、なんですけども攻撃レベル7の方を優先してますっていう感じですね。で強化持続レベル3は強化時間、強覚醒状態ですね、スラッシュアクションの覚醒状態を2倍にできると、時間を、これ強い、非常に強い。追加ダメージが2倍、長く入るってことなんで、これさすがに強いと。で、スタミナダッシュ、元気力 1.4 倍。これやばいですね。これやばい。このコンクエスタとの相性が抜群。さっきの爆発的な元気値56っていうのは、これのおかげですね。で、しかもこのコンクエスタっていう武器、さっき見ていただいたら分かる通り、武器のスロットに111が空いているんですよ。もうスタミナダッシュ積んでくると言わんばかりの、まあ、武器となってまして、まあ、これはぶち込むと。で、トイショ高速レベル3は、まあ、これ切れ味が若干ね、この武器、課題で、まあ、技物とか、合人剣魔とか入ればいいんですけど、ちょっと入れにくいので、まあ、これでカバーしてあげるっていう切れ味をね。そういうことですね。で、高速変形レベル3は、まあ、本当にスラッシュアックス、変形切りのコンボが多く使うんですよ、今作ね。なので、まあ、高速変形レベル3はあった方がいいと。で、気絶耐性レベル2はこれおまけ。で、回避性能レベル1もおまけで、耐久ラップレベル1は、これ1くらいあれば、スラッシュアックスね、全部の攻撃、大体かわせると思うんで、1あればな、ということで1入れてますっていう。まあ、そんな感じですね。で、使ってる防具は、オロミド、ジュラ、レウス、スカルダ、ハンターとなってまして、お守りは、これです。弱点特攻1、回避性能1、2、1っていう、
お守りで作ってます。弱いですね。お守りが弱いです。これね、五石もっと紙を守ってれば、もっとスキル積めるよ、多分。弱点特攻に、スロット2っていう、紙を待って言われてるやつあるじゃないですか。あれ持ってたらね、もっと簡単に、超会心も3等までいけんじゃないかな、なんか頑張れば。なんか、結構ね、お守り僕、恵まれてなくて、通風テーブルってやつなんですよ、俺。なんで、ちょっと作れないんですけども、この紙を持ってる人は、もうちょっとスキル漏れるんで、スキルシミュレーターを使ってね、シミュレートしてみてください。スキルシミュレーターの使い方は、概要欄に載ってるんで、よかったら、そっちの動画もね、見てください。で、装飾品は、こんな感じ、ダッキダッキダッキ、攻撃攻撃、研磨研磨研磨、攻撃、側変、紅葉、大絶と。大絶は別になくてもいいんで、まあ、ここ、スロット1個なくてもいいです。はい、というわけで妥協男による、元気めスラッシュアックスの装備はこんな感じですね。はい、まあ紙を持ってる人はもうちょっとだけ強くなりますね。で、第2位これですね。ナルガクルガのスラッシュアックスで攻撃力が180、切れ味が白が優秀ですよね、本当にね。で、会心率がこれ強化してるんですけども、この百竜スロットでこれ強化しなければ40ちょうど 40%になってますね。で、防御ボーナスなし、スロットが2空いている。これも優秀、非常に。でね、一番優秀なのはやっぱりね、装着瓶が毒瓶であるという点。これが一番強い点ですね。これなんでかっていうと、とにかく覚醒しやすい。毒瓶と、それから滅竜瓶は、一番覚醒しやすいんですよ。スラッシュアックスの中で。で、その次に、元気瓶とか、強属性瓶とかが来て、で、その次が、麻痺瓶。で、その次に狂撃瓶っていう。狂撃瓶が一番溜まりづらいっていう感じなんですけども、この毒瓶は本当に溜まりやすくて、すごく使いやすい。すぐ覚醒してくれるんで。で、採用している防具は、オロミドジュラ、レウス、スカルダ、金色の袴。で、五石はさっきと同じ五石を使ってますと。で、スキルの全体のスキルなんですけども、こんな感じになってまして、これね、今回、会心率 100% で、超会心レベル2まで積んだ形になってますね。これ、超会心レベル3にもできるんですよ。攻撃を抜けば、攻撃レベル4を抜いたら、多分、超会心レベル3にできるんですけども、ずっと永遠に弱点を殴り続けることはできないので、プレイングスキル的に僕の。なので、攻撃をレベル4にして、超会心をレベル2まで落としてるっていう、そんな感じですね。まあ、1.35 倍でもね、十分強いんですよね、これ。超会心ね。なので、まあ、レベル2まででいいかなと思って。これ、レベル3がどうしてもしたいという人は、攻撃を落としてもらうか、まあ、強化持続を落としてもらうか、まあ、してもらえば、乗るかなと。まあ、そっちの脳筋構築の方も一応見せますけどね。で、弱点特攻レベル3と、見切りレベル1。で、これで 55% じゃないですか。会心率プラスされるの。まあ、弱点殴った場合ね。で、武器の、さっきの、会心率がこれ 46% あるんで、まあ、55足す46で、まあ、101%。まあ、つまり、会心率が 100% 超えるよ、ということですね。で、会心率が 100% になったら、まあ、超会心がさすがに強いと。まあね、ここね、超会心レベル3にするか、攻撃4にするかは、自分のプレイングスキルと相談してくださいって感じですね。僕はずっと会心出せるほどのプレイングスキルがないので、攻撃レベル4にしてますっていう。そういうことです。はい。で、強化持続レベル3は、強化時間を大きく延長してくれる。まあ、2倍にしてくれるっていう、まあ、この最強スキルですね。まあ、これはね、毒瓶なんで正直なくてもいいかもしれない。だから、強化持続を、抜いてもらえば、もうちょっと火力振れるかもな。僕はこの強化持続っていうスキルがめちゃくちゃ好きなんで信用してるんで入ってますっていう感じですね。2倍はね、さすがに強いですね。持続時間が。で、気絶再生レベル3はこれ暇なんで入ってます。で、砥石を高速化レベル3も、まあ、これ暇なんで入ってますと。ただね、この武器、白ゲージが出ますんで、まあ、砥石を高速化レベル3はあった方が、すぐに白に戻せるんでいいかなと思って。これはまあ、必須じゃないけど、あった方がいいスキルっていう感じですね。で、高速変形さんは必須。これはまあ、さっき言ったように、コンボに変形切りをめっちゃ加えるんで、なんでこれは、入れてくださいと。で、見切りと超会心も、まあこれはお好みでですけど、まあ超会心レベルにはあった方がいいですね。さすがに。ナルガ武器なんで。で、見切り1はさっき言ったように、会心率 100% にするっていう目的です。で、力の解放はこれおまけでついてきてるんですよ。これね、ぶっちゃけ、発動してる場合、会心率、ちょっとね、余っちゃうんですよね。111% になっちゃうんですよね。なんで、まあ、見切りとか、ナックして、なんか攻撃に振るとかもあるんですけど、考え方としては。ただ、
まあ、力の解放2発動条件が厳しいっていうのがあって、確かクエスト始まって2分とか、だったかな。でダメージを受けると、過去作だったらね、ダメージ受けると発動するよみたいな感じだったんですけども、僕このスキルあんまり信用しないんで、なんでこれはなしと考えて見切りと、弱点特攻と、まあ、武器の回収率で 100% を目指しているっていう感じですね。で回避性能レベル1は、まあおまけで、回避ラップレベル1は、まあ、これぐらいあったら嬉しいなっていうスキルなんで入れてますっていう、そんな感じです。さっきも言ったように、この強化持続とか抜いてあげればもっとめちゃくちゃやばい構築ができるんですけども、まあ、ちょっとそれはまたちょっと後で説明しますね。で装飾品はこんな感じ。側辺、攻撃攻撃、研磨研磨研磨、達人、大絶大絶、紅葉大絶っていう感じになってますね。でさっき言った強化持続がねなくてもいいよっていう人向けの、あの装備がねこっちになってましてね、これです。弱点特攻3で、見切り1と武器の回心率 46% を足して 100% にし、そして超回心レベル3を、ぶっこんで倍率を 1.4 倍にすると。でさらに攻撃レベル5も詰めると。これは強化持続レベル3っていうのを、あの抜けばこうなるんですよ。毒民ってかなり覚醒させやすいので、強化持続なくてもいいよという方であればこうしてもらってもいいです。これはかなり脳死でダメージ稼げるんで、強いは強い。まあ、おすすめは、強化持続あった方が楽しいので、強化持続レベル3入れてほしいなって思ってるんですけども、まあ、なくても俺いいからっていう。なんか別にそのすぐ覚醒するし、強化持続とか入れてるよりも、火力で押せよみたいな。人は、こっちの構築でいいかなと思ってますね。あんまり僕は使いませんけど、まあ、タイムアタックとかするんだったら多分こっちの方が、向いてんじゃないかなって感じはしますね。で、まあ、スキルに関してはさっきとほとんど同じなんで、割愛しますけど、もう回避距離も抜いてますからね。このスキルに関して、このスキル構成に関しては、一切。まあ、入れたければね、攻撃を1個落として入れてもらうとかはできますけど、もう基本的にもう、殺意しかない装備となってますね。で、防具は、こんな感じですね。オロミド、ガブラス、レウス、スカルダ、金色。で、お守りはさっきの弱点特攻1、回避性能1っていう、2、1っていう、そういう語石なんですけども、これ持ってる人は、もっと紙を持ってるじゃないですか。弱点ところ2、スロット1、みたいな。スロット2か、が持ってると思うんで、そういうお守り持ってる人は、もうちょっとスキル、盛れるんで、これ紙を守ってる人はそっちの、お守りで、シミュレーターをかけてくださいっていう感じですね。で、装飾品は達人、攻撃攻撃、研磨研磨攻撃、研磨大絶、側辺大絶となってますね。はい。大絶はおまけなんで、まあ、この辺はお好みでっていう感じです。ランキングラスト第3位。第3位は、この、氷属性の強属性瓶を採用した、ゴア・フロスト・アンバーっていう、この装備ですね。これなんでこれがおすすめかっていうと、ラスボス周回と、ラージャン周回に使えるんですよ。ラスボスって、氷属性が2番目に弱点で、ほんと一番竜が効くんですけども、まあ、竜属性のスラッシュアックスよりも、氷属性のスラッシュアックスの方がスキル漏れて、タイムが縮まるらしいのですよね。なんで、まあ、ラスボス周回に使えるっていう点と、あと、ラージャンが、結構周回として美味しいんですけども、ラージャンの、弱点が氷なんですよ。だから、これはね、結構ね、お守り周回に使えるんで、まあ、おすすめかな、ということで、紹介しておきます。ゴアフロストアンバーという武器ですね。これ100ルースロットで回心率を強化してるんですけども、もともとは回心率は 30% で、攻撃力が190、切れ味が青で、氷属性が29あると。これがだからナルハタ大名とか、ラージャン相手にした時に強いということですね。でスロットが2空いていて、強属性瓶であると。装着瓶が強属性瓶であるっていうところもポイントで、強属性瓶だから要は覚醒がしやすいっていう、そういうことですね。で、スキルはですね、こんな感じになってまして、こちらもね、弱点特攻採用型ですね。弱点特攻レベル3、積んで、超回心積んで、これね、元々の武器の、回心率が 36% あるんで、これで、一応、86% ですね。で、地下の解放が発動していれば 96% っていう感じになってますね。これ本当見切りがいいっていう、100% にしたいっていう方は、100% にしてもらってもいいかなっていう感じですね。細かい期待値計算したわけじゃないんで、まあ、絶対 100% にして超回心レベル3まで上げろよみたいな人はそっちの構成にしてもらってもいいかなというふうに思ってます。まあ、僕は
あの常日頃言ってますけど、プレイングスキル的にずっと弱点殴れるわけじゃないんで、弱点特攻一応入れてますけど、まあそれ以外のところにもね、あの振りたくて攻撃レベル4にしてますよっていう、そういうことですね。で、氷属性レベル強化5まで上げてるのは、まあ、こういうね、氷属性値が攻撃値 1.2 倍になるということで入れてますと。いうことですね。で、強化持続レベル3と高速変形レベル3。で、投資量高速化レベル3みたいな、そんな感じですね。で、超回心レベル2まで上げてあげて、1.35 倍にダメージの倍率を上げると。こことか抜いてあげれば、いけるんですよ、全然。強化持続レベル3とか抜いてあげれば、あの、超回心レベル3とかにできるし、あと弱点特攻レベル3と見切り2とかまでいけるんですけど、やっぱね、俺はこれが強いと思ってるんですよね。快適に使える。ずっと覚醒状態で殴っていけるってやっぱ気持ちいいんですよ。スラッシュアックスって追加ダメージ入ってる時めっちゃ気持ちいいんで、パンパンってあの爆発してるようなあのエフェクトがね、気持ちいいんで、だから俺はこれを採用してるっていうことですね。これなくてもいいよっていう人はあのもっと攻撃に振ってください。スキルシミュレーター使ってね、はい。で、回避距離アップレベル1もちゃんとついてるよっていうことですね。でね、ひるみ経験についてはなんか、ね、ひるみ経験なくても結構スラッシュアックスってあの攻撃中スーパーアーマーつく攻撃多いんですよ。だから別になくてもいけるなと思ってて、だからつけてません。ひるみ軽減はあった方がいいよっていう人はつけてください。トイシオ高速化とか落とせばすぐつけられるしね、氷属性攻撃強化とかも落とせばすぐつけれると思うので、対象銃は今回1なんでね。なんで、まあ、その辺はね、あのご自由にあの変更してどうぞって感じですね。で、使ってる防具はオロミド、ジュラ、ドーベル、スカルダ、コンジギってなってて、五石さっきのやつと同じ。弱点特攻1、回生の1、2、1っていうやつですね。で、装飾品は攻撃、攻撃、攻撃、研磨、研磨、研磨、攻撃、氷結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 、側縁、氷結ってなってますね。まあね、一応ざーっと早口で喋っちゃって申し訳なかったんですけども、まあ、まとめておくと、作った方がいい武器、3個は、まずコンクエスタ。元気瓶のスラッシュアックス、コンクエスター。それから、毒瓶のスラッシュアックス、アンヤーケンプ。それから、氷属性のゴアフロサンバー。この3個作っとけば、とりあえず問題ないかなと思ってますね。スラッシュアックスに関しては。で、他のスラッシュアックス、まあ、一応装備紹介全部してるんですけども、趣味で使うんだったら、まあ、属性弱点のやつつけるんでね。この、グンダリとか、竜属性とか、まあ、混合核とか、D ビジョンとか作っていけばいいかなっていう感じなんで、まあ、とりあえずはこのゴアクロスタンバー、ナルガクルカのやつ、コンクエスターっていうこの3種類作ってもらって、まあ、装備の構成はね、一応1、3構成のにしてもらって、自分の好きなね、スキル構成にしてもらえばいいかなというふうに思っております。以上でございます。これからもね、スラッシュアックサーが増えることを祈っております。参考にしていただければ幸いです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。